信玄を撃ったことなどない。フランケンには今日も戦車が横切る。僕の前には冷めた北風が吹く。ぬるま湯の中首まで使ってる。いつか凍るのそれとも煮え立つの。なぜだか妙にイマジンが聞きたい。そしてお前の胸で眠りたい。わけのわからない流行りに流されて浮き足だったやつらがこの街を知る。おじさんは言う、日本も変わったな。お互い棚の上に登りゃ神様さ。わからないものはわからないけどすっとしない。ずっとひねくれてるばっかじゃ脳がない。波風もない空気は吸いたくない。僕の見たビートルズはテレビの中。僕の見たビートルズはテレビの中。僕の